はい皆さんお疲れ様です小川た平の事件考察室え本日撮影収録日は2024年4月21日日曜日になりますえ今日の配信はですね4月24日水曜日を予定しておりますよろしくお願い申し上げますえ今日日日ははででですすね日曜日ではないんですが いじめ事件の問題これ今日は旭川のね女子中学生事件問題とは違っていじめ事件問題全国のねこれ全国ですこれまで旭川とか名古屋のいじめはですね第三者委員会が設置され調査したんだけども実際に亡くなったことといじめのね因果関係が不詳だとかうんまあご遺族納得できないまた調査が不十分であるということでまあすぐではないんですけどね特に名古屋は もう何度も何度も親御さんが事情説明し、そしてや,やっとね、地方の関西方面の新聞社が、その事件を取り上げてくれて、その取り上げたのを見て、ですね名古屋の河村市長から、いやー、斎藤さん、連絡しようと思ってたんだよ、なんてね、調子のいいこと言われて、第三者委員会の次に再調査委員会が開かれたんです、名古屋は。それでも で開かれて再調査の末、いじめが認定されたというのが実際、名古屋です、で旭川に関してもですね第三者委員会、これは第三者委員会というのは市が、市の教育委員会が任命するわけですよ。 その第三者委員会で、まあ、いじめは認定されたんですが、いじめと亡くなったことに、ほとんどの因果関係が不明ということで、今現在、小木直樹先生が委員長となって再調査委員会が開かれているところです。もうそろそろ結果が出るんじゃないですかね。ということで、今日はね、ちょうど1週間前です。4月17日水曜日にね、このような報道がございました。2020年11月、東京町田、これ町田市立の小学校です。 当時小学校6年生の女子児童12歳の女の子まあ亡くなってますそこで市の第三者委員会はどのような調査結果を出したかというとまあ簡単にねそこだけですけどもいじめのみが実際これ実際は自殺と書かれているんですけどね報告書にはいじめのみが自殺の原因とは特定できないというふうにしているんですこんなものでね ご意見納得できるわけないですよね、再調査委員会、もう一回再調査お願いします、だけど、もうしなしないと決まったそうです、こんなバカなことありますか、再調査すら行わないところ、たくさんあるんです、まだ他にもありますよ、えー、実際に私のところに相談が来ているのもありますが、再調査すら行わない、こういった問題ね、私、これから取り上げていきたいと思うんです。 なので、これは特にね、ご遺族の方、本当お辛いでしょうけども、そういった情報、ただ YouTube でやったから、 何かが大きく変わるなんてことはないかも分かりませんけどもぜひお話をしていただければと思いますただですねいろんな地方の方から私の地域でもこういういじめあったんです再調査がなんかやらないみたいですという情報をいただくんですいただいていますですがやはりご遺族の OK もらわないで取り上げること自体が YouTube で取り上げることはできますよでも勝手に取り上げていいものかどうかっていうところもやはり考え るるところがあるので可能ならねご遺族と連絡が取れてご遺族がそのぐらいならあのもちろん名前とか申し上げません名前出さないでほしいというところはねそもそもこれ私いつも思ってるんです第三者委員会新潟のあるところでもありましたよね子供さんが亡くなったもう次の日には第三者委員会開くって言ってるんですよというのは今はどこの市どこの教育委員会でも既存のまる 調査委員とかねいじめ防止対策とかってもすでにね何名かのメンバー委員で構成されているところがほとんどありますただそれはあくまでも市の付属機関なんですね市が任命して教育委員会が任命してやってるんですこれちょっと考えてみてくださいこういういじめが起きると 必ず最終的には損害賠償ということがね関わってくるんです中には市の対応が悪いとか教育委員会の対応が悪いとか学校が隠蔽しているとかそういう問題が必ず出てきますこれ私が以前旭川の教育委員会行った時に我々は調査対象になりますからってこう言ってるんですこれは当たり前ですよね調査対象になるその教育委員会がねそこが 調査する人を任命すするんですよ任命された人は、まあ、言い方は悪いですけどお金をもらっているところ任命した人を調査するわけですからそんな任命してる人をね悪いとは言いませんよね町田がいい例ですよただいじめが原因ではないとは言えないんですですから原因とは特定できないなくなってるんですから 特定難しいですよそれをいろんなところ多方面からいろいろ調査をして調べるのが第三者委員会の仕事じゃないんですかこれを見るとこれからいじめられて自殺する場合は「僕は私はこうこうこういういじめを誰と誰から受けたんで自殺します」「いじめがなければ自殺なんかしませんでした」って一筆書いてなくならないといじめが原因って特定してもらえないんですか ともう10年以上前の話ですけども滋賀県大津の話です古市市長が、まあ、このいじめが起きた後に市長になられたんですけどもその時にこのいじめの問題取り組んでます当初古市能美市長が市長になる前に市の第三者委員会が1ヶ月半ぐらいでいじめが原因じゃなかったというふうに結論出したんですここれはあまりにもおかしいということとうで まあ今でいう再調査委員会、当時もね再調査したわけですね、その時には滋賀県に関係する人を入ってません、強いて言うとね、小木先生が滋賀県出身なんですけれども、当然当時はえ住まいは東京、ですから大阪とかえ京都とか、そういうあの別のところの方をね再調査委員に任命して、調査をしたんですね、大津は。 いうふうになってて、大体は再調査委員会ができると。 ちゃんとしたね調査が行われてるんですというのは利害関係がないから今の第三者委員会というのは旭川でもどこでも利害関係が少なからずあるわけですよ普段から交流があるんですから市の教育委員会と例えば私が丸○市の教育委員会から小川田平さん普段から常設のいじめ防止の委員になってくれませんかいいですよなりますよいくらもらえるか分かりませんが、まあ、新潟の場合も質問書を送ったら報酬は払ってますといくらかは明記されてませんでしたけど普段から報酬払 報酬をもらっています、私、そのね、市の教育委員会から任命されて、それが何か起きたときに、市の悪口を書かなきゃいけないわけです、学校の悪口、教育委員会の悪口を書く調査委員、そのまま横滑りでいくわけですよ、書きますか、その雇用主の話を、書きませんよね、そういったことが行われてるということなんです、ですから、第三者委員会の任命するのは、市の教育委員会が任命するというのは、もうこれ、早急にやめた方がいいです。 でまた以前、旭川の教育委員会、第三者委員会の時にに問題になった報酬額、今回、旭川の再調査委員会でも東京の方がほとんど行ってやっておられるの、そういうのを考えると、ですねやはり第三者委員会の委員のね報酬額というのも、これ全国でやはり統一すべきではないのかなと、ですから市に任せるとか、教育委員会に任せるのではなく、やはりここはもう文科省がやるべき。 というのは、これ第三者委員会設置します、それでも費用はかかっています、ですが、再調査委員会、もっと費用がかかるわけですよ、同じことをまたやるわけですから、で中に市によっては、財政がそれほど豊かじゃないところもあるわけです、そうすると市もそうですけど、市民の方々もちょっと弱気になったりとか、一人の子供さんが亡くなったり、またいじめられたりして、学校転校したり、非常に不憫な思いをしているわけです。 亡くなった場合は取り返しがつきません、絶対に戻ってこないんです、そういったところで、やはり税金を使って調査するのは当たり前だと思うんですけども、中にはそうでない、もう亡くなった子のことはなんていう方もね、残念ながらいるわけです、そういった場合は、その自治体に任せるのではなく、やはり国が全面的に支援し、指導していくということが必要じゃないのかなというふうにね、私は思います。 第三者委員会の調査結果で納得できる調査結果ではない再調査お願いしたい議会でもダメ市長もダメっていうところがねたくさんありますそういったのがあったらぜひ教えてください私のところにできれば当事者の許可を取って許可があれば一番いいです微力ではございますがねそういったのがあればここでもこういったのがあったここでもこういったのがあったってことをね私 YouTube を介して 発表してていいきたいなとううふうに思っていますもう市もね最後は損害賠償請求されるわけです滋賀県大津も損害賠償請求され市が非常に大きな損害賠償を払うことになりましたですがこれは市がきちんと再調査委員を開いたからなんです越直美市長が被告となって被告代表で訴えられているわけですですがそこできっちりやったのでやったので損害賠償を受けることになったんですちょっと矛盾していますけどもこれが本当正規なんです ね、やはりこの町田にしても、いやー、これはやっぱり学校が悪かった、教育委員会が悪かったなんて言うとね、損害賠償請求されますよね、そうでなくてもされると思いますけど、額が変わってきますよね、ですからこうしてるんです、そういったところが全国であれば、私のお問い合わせフォーム、あの概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらから連絡をいただければと思います、よろしくお願いします。え今日日日はね4月24日水曜日ですゴーールデンウィーク明けになるのか えそれともゴールデンウィーク前なのか分かりませんが、ちょっとここでね、旭川の話をするというのは、今月28日、次の日曜日にね、旭川の配信はしますが、今日ちょっとあえて旭川を入れさせていただいたのは、もしかしたらゴールデンウィーク前に再調査委員会の報告がされるかも分かりません。ちょっとね、私ね、こんなの見つけたんです。カンテレにですね、小木先生が、あの、4月1日かな、出演されてました。その時にね これ全然、えー、カンテレではこいじめの話してるわけじゃないんですが、その日はね、非常にあの天気が良くて夏日だということでね、この夏日の話をしてたら、小木先生がこう4月1日に、ですよ昨日旭川にいたのよ、3度、これ温度がね、3度、それで東京戻ったら25度、体がおかしくなっちゃうわよと話したというのがね、記事に出てました、3月30日に小木先生、旭川に行ってるんですね。3月、うん 30日に尾木先生が旭川に行ってたってことは何かそのね報告のため例えばご遺族にこういう報告があ報告になりますみたいなのを事前に。 こう打ち合わせとというかか話に行った可能性もあるのかなとそれによって多少の修正等はあるかも分かりませんけどもというのは必ず会見開くと思います前回もそうでしたそう会見の時にこことここは言わないでもらいたいとかそういったのがあると思うんですねそういった打ち合わせも含めてなのかなと思いますとなるとゴールデンウィーク明けかなと私思ってましたがゴールデンウィーク前今週とかの可能性もあるのかなと思って今日。 24日の配信にさせていただきますもしかしたらもうそのまでに発表っていうのが出てるかもわかりませんけどもねということですあともう一つ名古屋のいじめ事件前回ねたくさんの方からあの励ましの言葉とかいろいろご意見伺いました A さん B さん神岡中学校ねわかりますよねあ今のところね連絡は来ておりません A さん K さんです B さん A さんです これね分かってるだけで2名なんですがもっといるかもわからないんですただ中にはこれって私のことじゃないよねと思ってる人もいると思うんです次の時はね何年何組までちょっと話伸ばそうかなと思ってますけども転校された方ですよ引っ越した方ですよ何か分かればね あの連絡くださればいいいと思います4月から大学行ってれば大学2年生専門学校に行ってれば専門学校の2年生高校出て働いてれば社会人2年生なっている方ですこれからねこのことをここで謝罪をするなり斉藤佳子さんのお父様に話をするなりしないとこれからね60年70年まだこれから生きていくわけです女性の方ですからこれからねお母さんになり子どもさん ももう当然できるる可能性も十分あると思いますそうした時に、このことをね、ちゃんと一回清算しておいた方がいいんじゃないかなと、せっかく斎藤さんのお父さんもね、もう許すって言ってるんですから、ちゃんと真相、本当のことをお父様に話していただければいいかなと。その手助けをね え私も一緒にできればなというふうに思っておりますもう一度考えてみていただければと思います本日はいじめの問題全国です今回町田でこういったことが起きね第三者委員会から再調査すら行わない再調査委員会もできないこれ町田だけじゃないんですけどね、まあ、ちょっと最近では町田があったのでちょうど3年半前の件ですねあと旭川と名古屋のいじめ事件についてお話をさせていただきました本日は以上になりますありがとうございました 小川た平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしております、まあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談そういったことがありましたらぜひこのテロップ出てると思うんですけどもこちらまでご連絡をくださいまたですね取材の依頼ですねこういったところに取材してほしいとかですねそういったことがあればそういったものもですねぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いします